それではやってきました、新潟県ガンダスノーリゾート2021。今日のスキーヤーはプロスキーヤーの桑原龍二だ。かっこいい滑りを期待しよう。今日の講座のテーマはバブリー。懐かしいと思う人もいるんじゃないでしょうか。リフトに乗ってる姿もかっこよく決まっている。うん、楽しさが伝わってくる。それではコブの滑走を見ていこう。なんて滑らかな膝の動きだ。エアタンたまらない。出たぜクイック。もう一度見てみよう。16コブ中45ターンした記録を持っているらしいぜ。くぅ、たまらない。ありがとうございます。お、コブの中で豪快にスプレッドをかましてきた。カメラ目線も忘れない。出たクイック、たまらないぜ。おう、おっと、ここでGS に挑戦だ。スピードに乗っている。こういうシーンを昔よく目にした。楽しそうだな。これはヒールキックだ。たまらないぜ。合算でレッスンするらしいからみんな参加してやってくれ。急斜面のコブ斜面を果敢に攻めてくる。なんてかっこいいんだ。おっと、ここでツイスター決めてきた。アグレッシブな滑り。おっと、ここでそろそろお時間のようだ。 Thank you for watching. Bye. 今回動画を見て思った感想だったりコメントをね、ぜひぜひしてください。こんな動画見たいなとか、こういう滑り見たいなとかいう、まあ、要望とかもあったら、まあ、できる範囲答えれたらなと思うので、コメントしてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。楽しいスキーライフを。バイ。